どうも、熊岡です。今回も最新作のホラーゲームやっていきましょう。今回はね、あの、有名なネットフリックスで、えー、動画、動画じゃねえわ、ドラマになっているイカゲーム。えー、以前にもね、イカゲームの、あの、ホラーゲーム、あの、出させていただいたんですけど、えー、結構出てて、で、えー、その、 フリーホラーゲームの中でも出てるのは出てるんだけど、スチームとして多分初めて出たんじゃないかなと思います。なので、まあやっていきたいなと思うんだけど、おそらくだけどね、うん、スマホでもできるようにしているんでしょうか。まあ早速やっていきましょう。あ、ちょっと待って。<laughs> 死にました。 っていうような感じでね。えー、最初は、えっ、ー、と、だるまさんが転んだかな。いきますよ。死んだな、みんな。生きる。生きるぜ。しかも、トップで。で、今回、このゲームに関してはね、周りがね、見えない。 <Okay>. で <laughs> 割とポップっていうね <laughs> で、えー、今第1ステージクリアですねでこれはなんかケーキを割っていかなきゃいけないのかなこういう風に 周りを削っていってオッケー。OK、<laughs> めっちゃ踊ってんないやイカゲームねこんなポップじゃなくてめちゃくちゃ面白いんですけど <laughs> フォローするわけじゃなくてねさあ引きましょう<ー>相手を引きずり落とすっていうね、えー、イカゲームってねあのめちゃくちゃ面白いゲームなんですけどはい <laughs> 次行きましょう 場所ね。はい。1、2、3、4、5。はい。えー、っと、イカゲームってね、えー、めちゃくちゃ面白いゲームじゃない。ドラマなんですけど、えー、今4つクリアしてるよね。なんだけど、おそらく、うーんと、 第5ステージっていうのがあるみたいなんだよね。レベルを通過するためにボーナスがもらえてる。まあお金もらえてるよね。で、今ちょっとこうハットを被ったりとかしてるんだけど、第5ステージっていうのがあるみたいなので、ちょっと第5ステージ行けるまで、ちょっと繰り返してやっていきたいと思います。もし出た暁には、えー、そっから先が見れるでしょう。はい。ということで、やってきましたが、 第5のレベル、うん、概要欄にはあるんだけど、うん、出ないね、うん、一応被り物はね全てコンプリートしましたただおそらくあやべミスった おそらくねないんじゃねえかなあ星になったちょっと待ってオッケーそうこれをね取ったんだけどなんかよいしょ お金を貯めていけばいいのかどうなのか第5レベルがね出ないんでただね改めて言わせてもらうとイカゲームは面白い作品なんです <laughs> えということでね久しぶりなんかホラー感がない感じだけどイカゲームは 多少こうホラー感、ホラー感というか人間の裏模様であったり、えーまあ、このゲームをクリしないと死んでしまうとか、サスペンス的要素もありつつっていう素敵な作品ですね。で、ちょっとイカゲームのーホラーゲーが、ホラーゲーっていうジャンルでね、出してくるゲームが結構多いので、えー、こういった形でいろいろ精査して、精査してというかいろいろ試してみてね、どれが一番面白いかっていうのを見ていきたいなと。 思っております皆さんの中でもね、熊岡の今までやった1個やってるかな、えー、1個やったイカゲームはどうだったかとかね、えー、そこら辺も見ていただけたらいいかなと思いますので、ぜひいろいろ見ていただけたらと思います。また今後もね、イカゲーム系のやつが出たらやっていきますので、ぜひよろしくどうぞ。今回はお遊び程度にこんな動画でした。もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、<laughs> じゃあ、ん <laughs>。 最新作のホラーゲームやってますんで、えー、もしよかったらね、えー、これからもよろしくどうぞあと動画に対してのコメントをお待ちしておりますお気軽に送ってくださいということで今回この辺で終わりです